までてから死ぬまで こんなに素晴らしい景色よ、君は見慣れているかしら。花瓶に花を刺した本当は花瓶じゃないけれど、君がそう思えば全て、君が感じるならすべて。死ぬまで明るい熱を帯びて走る、人も冷たい自動車も理屈じゃなく心ならば、こんなに悩まなかったかも、ここで君を待たせたまま、何度目の冬を迎えて。
タン TV ボリューム2ブタジさん西洋さんの回ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。じゃあまず簡単な自己紹介だけいただければと思います。はい、シンガーソングライターのブタジと申します。おでん屋の西洋ですミュージシャンの西洋ですありがとうございます。今回お二人このターン TV で初の共演という形になりましたけど、はい、お互いの存在はもちろんこれまでももちろんもちろん、あ、本当ですか。西洋さんは知ってます。本当ですか。はい、すっごい光栄。だって2000、はい、いやバンドキャンプで最初に聞いたのが多分最初だと思うんですよ。マジっすか。いつやろう、2010、心の糧になるようなことを言ってくれます支えみたいになるようなことを言ってくれました。いやいやいや14、15年にでもそれこそ関西のメンバーで、はい、なんかすごいのおるぞみたいな、マジっすか、話になってバンドキャンプのリンクを送ってもらったことをめっちゃ覚えてます光栄、めちゃくちゃ光栄です。いや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 、ちなみに、はい、ブタジさんはセイホさんはどのあたりで、もうあのどこかちょっと忘れちゃったけど、あの DJ も見に行ったことありますし、あのアレンジャーとしてプロデューサーとして、うん、トラックメーカーとして、あの本当に好きです。ありがとうございますまたファーストからかな、僕は。ありがとうございます。アブストラクト、はい、セックスの頃からかもしれない。 ありがとうございます、うん、すごい。ちなみに瀬穂さんはどういった印象というか、もうちょっと具体的に、最初印象的に一番最初の印象でいいですか。聞いた時、いや僕はこれなんかそのご本人がどう思われてるか分かんないんですけど、はい、なんかすごいこう玉置浩二とか井上陽水さんとか的なものと、なんかまあそれこそフランク・オーシャンとかそういうものと、自分たちがこうやってるこう何やろな、まあ DTM っぽいこうまあベッドルームミュージック的なものとかチルウェーブみたいなものがなんかすげえ合わさってて、なんやこれみたいなどういう状態になっててんこれみたいな。だからなんかすごいこう天然でやられてるのか狙ってやってんのかが結構ずっと分かんなくてって感じでした。なるほどなるほど。でその印象っていうのは変わっていきましたか、あのリリース最新作。あでも全く同じ感じです。だからどこまで考えてどこまでこう組み立てられてて、どこまでガチなんやろこの人みたいな。これなんかガチなんかどうかみたいなことがいやガチです、だいぶガチだいぶガチなんです。だからガチ天然なんです多分。ああ、うん、それはすごいですよね。でもね、うん、いやだからなんか もともとこう持ってるものを全部出して勝負みたいな感じですよ。おう、うん、あんまり狙ってるところはあんまりないと思います。すごいすごいです。いや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 なんかその狙わないとなんかどっかがこう外れちゃいそうじゃないですか。なるほど。なんかあんまり外れてないというか。なるほどなるほど。綺麗にこうなんかこうつながりとかこうまあトレンドとかもなんか全部こうきっちり乗っかった上で変っていう。いやまあ変は大事だと思います、ね、その流れでお二人のセッションという形になりましたけど、うんうん、やってみてもう今取り終わってすぐですけど、ご感想いかがですか。はい、光栄光栄っていうことですね。カメラ見ちゃった。僕はすんごいやりやすかったです。めちゃくちゃやりやすいです。本当に。いや嬉しい。いや僕もですよ。僕もすごく柔軟にいろいろと組んでくださってすごく助かりました。でやっててすっごく気持ちよかったです。すっごい楽しかった。なんかやっぱこうボーカリストの方でもなんかこうさらっと歌われる方やとなんかこうトラックがすごいこうオケっぽくなっちゃってライブ感があんまり出なかったりとか、なんかこうせっかくこうなんかこうトラックがなんかもっと遊べるのになんかちゃんと淡々と踏んでいってあげないと難しかったりするんですけど、もう遊びに遊べるタイプの歌なんでこっち側ほんまに好きかっていろいろできたんですごい良かったです。やっぱり結構有機的にこう絡めやだなっていう考えがあります、うん、あります、うん、はい。
いや本当に見ているこちらも新しくね新曲としてリリースされるんじゃないかぐらいの気持ちで聞かせていただきましたけど。よかったですか。あ、とっても良かった。ありがとうございます。ところで、あのオンラインライブは収録ってちなみに久々だったりされますか。あ、いかがですか。現場多いですか。まあそうですね、うん、やっぱりこの 1,2 ヶ月で結構現場が戻ってきたなとはいう感触はあるんですけど、うん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 、でも同時にオンラインもやってますみたいな、ね、うん、あー、なるほど、ものも多かったりするし、配信もやってます、うんうんうん、って感じですかね、うんうんうん、なんかそうですよね。オンラインだけっていうのは結構久しぶりかもしれないです。確かに僕も、うんうんうん、現場があって配信もあるっていうのは結構なんかスタンダードになってきますよね、うん、そういう形が、うんうん、そうですね、うん、あのちなみにブタジさんはセカンドソーツって形で、ああ、はい、映像監督の方と一緒にあのオンラインの自分の配信ですね、作られてて、セホさんはあの入眠のディスティネーションというあの作られてらっしゃって、お二方ともかなり自覚的に配信っていう形に向き合ってらっしゃったかなと思うんですけど、あのリアルとまあ、リアルの現場と、うん、あとはまあただの音源と、まあ、オンラインライブっていう3つの形が今、うん、まあ、三つどもえのような形になってるかなと思うんですけど、うん、オンラインライブってどういった位置づけで今ありますか、うん、どうなんですかね。オンラインライブをやるんだったらオンラインライブでしかできないことをやりたいですよね。まあ、そうですね、うんうん、それをこう突き詰めてというか、一個の提案として僕は自分で配信をするっていうことを始めてみようと思ったんですよね。それはカメラってこうなんていうか主観の賜物じゃないですか。この画角でしか見れないとか、お客さんこうライブ会場みたいに自由に動けるわけじゃないですし、でそれがやっぱりライブ感っていうものには追いつけないよねみたいな、うん、配信ってやっぱりライブじゃないよねみたいな、うん、そういうなんていうかそういう最初の頃かな、うん、配信が流行り始めて、うん、やらなきゃいけないとなって、そう最初の頃はそういう空気があったのかもしれないと思ったんですけど、それって逆にこう一つのメリットなんじゃないかなとは思ったんですよ、うん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 、それが配信でしか逆にできないことだから、うん、この画角がここにあるとか、うん、視点がここにあるっていうのを、それを監督さんがこういう見方もあるんだよっていうことを提案する方法としてこう配信があったらいいんじゃないかなと思って、うんうん、だからなんというか僕がやった挑戦っていうのは毎回毎回監督さんを変えて、その監督さんがこうプロデュースするというか、うん、そういうなんていうか一人一人の監督さんが、うん、うーんこう私はこう撮ってますっていうのを説明しながら撮るみたいな感じ、そういうのはあの逆にライブではできないことなんじゃないかなと思って、うんうんうん、だからその逆っていうのを探してたと思いますね、うんうん、僕は、うん、このライブとの対比でね、うんうん、セホさんはいかがですか。僕も本当になんか同じ感じで、なんかその1回目の緊急事態宣言が出たタイミングで、なんか配信の番組ざーっと見た時に明らかに一番面白かったのは山本誠一さんの無観客も配信ライブが一番やばくて、マジ音楽やみたいな無観客で無配信で一人で演奏するのが音楽やみたいな、 なんかそもそも配信がないとこう回っていかないとか、ライブがないと回っていかないっていうのはやっぱもう単純に音楽がこう経済に飲まれてるっていうか、なんかそういうのすごい感じて、いやとかそういうのじゃなくて、なんか単純に家で音鳴らしてたら音楽やねんから、別にあんまそういうこと気にしない方がいいなみたいな。なるほどなるほど。そこでどう収益化していくかみたいなことを、うん、まず一つこう無視したってこと、うんうんうん、と、ざーっとライブ見た時にやっぱりその視聴者側の、条件が整わないなっていうのが一番重要やなと思ったんですよ、うん、だから料理しながら見てる人もいるし、うんうん、ご飯食べながら見てる人もいるし、うんうん、こう画面をちっちゃい画面を見ながらこう見てる人もいるし、うんうん、で本当にグループで集まって流しっぱなしにしてる人もいるし、うんうん、でそうなった時にこっち側に演奏してるってことと、なんかこの画面を見てるってことがこう2つ存在してるじゃないですか、うんうんうん、だからこの
この画面を越しにこう何こうコンテンツが何をしてるかっていうのが、すごいこう見てる側に緊張感を与えちゃうなみたいな、でそれをすごいこう考えてて、あのディスティネーションってこう夜眠るための音楽を1時間配信でずっと やり続けるみたいなのって、あの条件を揃えたかったんですよね。あの寝る前っていう条件で やるとみんなが同じ状態になってるじゃないですか。で、あのライブセットって、まあ、モジュラーシンセの特徴で僕が触ってなかったらも鳴り続けるじゃないですか、こいつらは。だから、最初セッティングだけすればあとは鳴り続けるから、その後僕もその見てる人たちと同じ形になれるっていう。なるほど。こう携帯を見ながらこう配信に移り続けてて、見てる人たちはあれこれ自分の状況なんかなみたいなことと、この画面越しにその他に同じ状況の人がいるってことを想像させれるっていうか、だから本当は寝るための音楽って携帯見ない方がいいんですよ絶対。だから携帯を閉じろみたいなことなんですけど、けども、あれがやりたかったのは SNS をなんかやめた方がいいとか携帯を見ない方がいいって寝る前、睡眠に詳しい専門家の人に聞いたら絶対言うんですけど、僕の中ではこの画面の向こうに誰かが同じ形で、一緒に寝ようとしてるっていう安心感が逆に睡眠につながる可能性があるみたいな、あると思います、オンラインにつながりながら、あの SNS とつながってるような同じ感覚で、なおかつ、睡眠に入っていけるって。そうだから SNS がその、あのコロナ禍になった時にすごいなんかこう、なんやろな、その前の震災の頃って SNS がすごいなんかこう近くなったじゃないですか、だからあれがこうすごいハートフルなものとして取り扱われてたけど、なんかコロナのタイミングの時ってなんかすごいもう SNS やめますみたいな卒業しますみたいな人が多かったから、なんかそうじゃなくてもうちょっとこう正しい付き合い方あるんじゃないのっていう提案も踏まえてああいう配信をしてたって感じですね僕は。なるほど、ありがとうございます、はい、いかがですか。すごくわかります、いかがですか。いかがですか。いかがですか。ありがとうございます。なんだろうな。そのやっぱ SNS の付き合い方って結構難しかったですよね。あのこうあの険悪なムードもあったし。なんか、ね、今も食らってるかもしれない。それは。うん、そうそう。でもあのすごくいいコンセプトだなと思います。その入眠の、みんなが同じシチュエーションにいるっていう感じられるってことって。いいことなんじゃないかな、ぜひね、まだアーカイブで見れると思うので、まだ未聴の方はっていう形ですけど、ちなみに、まあ、あのこんな形でトークいただいたのも聞いた上でお二人のセッション皆さんに聞いていただくかなと、今度はそうなんですね、思うんですけど、はいはい、あの何かあのタン TV 見てくださってるリスナーの方にちょっと伝えておきたいこととか、なんでしょうね。すごいっすね。その振り、すごいちょっと大きく投げてしまってあれなんですけど。伝えておきたいこと、なんでしょうね。まあでも見ろしかない。見ろしかないっていう言葉で伝わらないから見ろしかない。ですけどね。そうなんですよね。ね、見ないっていう選択肢もあるけども、僕らから言えるのは見ろしか。ミロだと思いますけど説明できない部分を感じ取ってもらって、いや結構、そうだと思います、説明したところで、ね、野望だったりするところがあると思うんで、見て感じたままがそのまま全てなんじゃないですかね、いや本当に素晴らしい曲だったので楽しんでいただいてという感じですけど、はい、あの最後にあの今後のご予定とか伺えればなと思うんですけど、セフさんはいかがですか。僕は、ね、年末までにあのちょっと前にキャンプっていうアルバムを EP を出したんですけど、それのもうちょっとこうフルサイズのものを今制作してるんですけど、まあちょっと時間がかかりそうやなっていうのが、まあ年末ぐらいに出せればなと思いながら作業してるっていうのと、あとちょっと来年に海外のレーベルとのディールがやっと決まったんで、そこでちゃんとアルバムがまた来年は動きそうやなっていう感じです。楽しみですね。はい、あとね、ちょくちょくあの東京とか地方でいろいろクラブでDJ してるんで遊びに来てください。はい、ありがとうございます。ブタジさんいかがですか。12月の18にワンマンライブが、日当たりのワンマンライブがあります。神保町の市長室ってところで東京なんですけど、
それぐらいかな、うん、それぐらいだと思います。制作はしてるんですか？制作はしてないです、まだ作ったばかりですもんね。はあの鼻歌を録音するぐらいはやってますけど、まだ具体的には全然動いてないですね、うん、もしねこの配信でブタジさん弾き語りだったのでね、ぜひ直接見たい方はそちらに足運んでいただいてという形で、よろしくお願いします。はい、本日は忙しい中ありがとうございました。どうもありがとうございました。よく出会いでした。本当に本当に楽しかったです。お疲れ様でした。はい、ありがとうございます。